生徒会役員候補夢見て夢見役の松村さゆりです。これから放送される第3話では夢見と夢子のバトっていいともがついに決着です。夢子に追い詰められて次第に裏の顔を見せ始めた夢見ですが、勝敗の結果はいかにして、そしてラストにはまさかの感動の展開があるのかな、ないのかな、あるのかも。かけ狂い第3話お楽しみに。